はい、どうも、こんにちは、これです。今回ですけども、外役、B ボタン連打ゲー、カッコ回。あー、これやっていこうかなー。B ボタン連打か。連打系か。まあ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 。でも連打得意やもんな。まあ俺結構早い。多分連打。B ボタン連打ゲー。B ボタンで何、何やろ。でも時間はめっちゃあるけどな。あ、ここだ。道余裕なんじゃないこれ。まだ分からへんけど、今のところでは。ずっとこれ繰り返すの、じゃあ、もしかして。死ぬぞ、そんな人だったら。めっちゃ死んないで、これ。だから外役って。くそー！何これ？これ、この、おわ、え、これ長っ！え？え、これ、めっちゃ長いぞ。ていうか、ずっとそれ、もしかして、あれと、最後まで。めっちゃ死んだんだって、これもう。くわー！しんどこれ！うっそ！お！下、あ、これで、あれやん、ちょっと休憩できるやん。はい、途中交代。そうそうそう、いけいけ。おお、はいはいはい、いけ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 、2人でいける。いけ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 。オッケーオッケー、片方が Y ボタン押しながら片方が。しんどいな。いけいけいけ、もういけいけ、連続連続。もっと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 、いけ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 。止め止め止め。いや、もうようやく、あと9ぞ、これ。結構時間ないぞ。くす。頑張れ頑張れ頑張れ。バンガレ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 、おっしゃ、オッケー、オッケーオッケー、おい、おめっちゃ、これやばいやろ。おー、いいな、いい感じやな。オッケー、おっしゃ、押せる、おー、早い、ちょっと100、めっちゃ早い、ブラレレレ、すげえ、息短縮だ、短縮しろ、あれ、あー、あった、次マイさんじゃ、はい、はい、じゃあマイさん、いけ、もっといけいけ、こっちの方が早いかな、いけいけいけ、おそうそう、いけいけ、早い、こっちの方が早い、なんかあえてなんかそのいけいけ早くいけ早くいけ、早く早く早く、おそおそ、やったー、おっしゃー、はぁ、外役やったな、このゲ、この外役な、こうやったこれ、ほんまに外役すぎる、これの時間ギリギリ作られとったらほんまやばかったやろな、めっちゃしんどいな。うん。よし、裏技。え？え？ボムにつけなあかんの。あ、ボン。上入るんじゃない？うん。じゃあ、こっちや。あ、そっちか。ジャンプか。ほら、やったー、え、おい、爆発、ドン、爆発、うおー、何やの、下なこれ、ドン、おー、いやー、そういうことか、やばいやろ、すげえ、なるほど、はぁ、よし、おるやん、よし、どうやって何してやん、これ、そんで、そのどう入るか、ポーやろ、ポー、はあ、あ、上に来た、帰って上に蹴り出すんじゃん、これドンドン、え、なんか伸びた音したけどな、うん、え、つるっていうのだからヨシーちゃん、え、何つるのこれ、もう一回戻る、あ、え、何もなくなった、ああ、ハテナブロック、え、どういうことこれ、じゃあ、あー、どういうことこれ、どうやってあそこ入るん、これは、これこれこれ、これ使うんじゃん、これもしかして、乗せる、俺いけると思う、え、上、ほら、開いてる、ほんま、え、ん、何これ、ん、で、ここ絶対どうやって行くやろな、出ないねんこれ、え、さっきの、でも、上のやつ、右側からなんか出るんじゃない、その、一番右のやつ。ほら、
右、ほら出えへんの。ギャップかい。ここになんか秘密があるんかな、そこは。もう行ってみよう。行けるもんな、そこ。これ行ってみよう、分からへんから。ただ、これがあるだけやけどな。ここは？あー、あれどういうこと？あそこ無理やもん。あ、わかった。これ出してこれで上行けってことや。おー、ほらあ、そういうことか。いけるやん、これで。え、危な。キノコ取ろう。きたん？で、上戻れるやん、もう。そっから。ん？ん？ピンポーンって。戻れへん、これ。下は？いた。危ない、怖いな。うん。で、なんかピンポーンって言ったよな。おー、来た！はい！これで？あー、ファイヤー。あ、ファイヤー。ボム兵？ついて？壊す、そこでポーンって。あ、これでフォーが？フォー持ってこれるんじゃない？もう。上は？上行こうぜ、もう一回。ほら。ほんま、すげえ。壊れたから。上やろ。あ、すげえ。やばいな、これ。え、これめっちゃいいせいじゃん。ちゃや。いいね。倒せるやん、これで。おい！あー、すげえな。うわー、これすげえ。謎解きなんや。いや、ええな。裏技って感じじゃないけど。うん。謎解きやな、マジで。気持ちいいな、これ。ええな。よし、めっちゃおるやん。二人か。で？ボム兵いるん、これ。え、ボム兵いる？それ、下行かへんの。上やろ、じゃあ。上か。ファイヤー加えて、ボム兵で爆破するんや、そこ。ファイヤー手に入れよ、そこの。いける、これ。ほら。やるやろ、もう一回戻るやろ。どうやって？あ、扉。そうそうそう。ファイヤーいるからな。さっきまで、そうって、全く面白くなかったけどな。でも、ファイヤーは、そうだよ。あれ？あ、あかんやん。おい、あかんやん。ファイヤー。いや、ファイヤーは圧倒はずなんやけどな。でも、どこに着火するの、ファイヤー。それやって。どれ？あれ、ちゃうか。全然ちゃうけど。いやいや、ふんふんじゃないかな。もうムカつくな。とりあえず。はい、なんとなくね、ちょっと考えに考えて、ある程度分かったような気がします。まあ、これもこのボム兵を使うことは間違いないんですけど。しかないからな。いやーで、よし、もう一回回収ね。で、これで、火を回収しますと。油。オッケー。帰ろう。これでヨッシーはもう一人。ヨッシーは一人もうおさらばね。これで。で、これは、こうやって。いけ。よし。オッケー。鳥が起きろ。あ、危ない。起きろ。よっしゃー！オッケー！頼むぞー！で、これで最後もうね、チリ、もうダメージかってねえか、行くか。そら、持ったままで、持ったままでやろ。絶対やろ、そんな。もうそこ、置いたらええんやけどな。でもこれでやん。うん、まあええで、どうせ、手に入るから次。で、中間。中間！よっしゃー、でかい。この扉は何か分からんけど。あれを食う、取ったやろ。待てよ。あ、出てくるんか。行け。ヨッシー、まあ、使うんじゃないんで、タイトルにヨッシーに裏技って書いておこう。よっしゃ、行こう。はい、シャボイズマイス。危ない。なんかあるんか、扉に。でも。カメ！ほんまや。カメ！下のとこあった。ほんまカメや。おぉ、ヨッシーいるやん。これや。え？あぁ来た。あぁ、これで、あそこ行けない。ほんまや。P スイッチ。え？おぉ！おぉ、なんか。え？すげえ。現れた。姿見せたな、マイス。そこを絶対壊すってことやろ、ボム。そうやな、それわかるやろ。これどうやって壊すんやろ。そこなんか、つつけそうやけどな。ほら、おぉ！つつけた。うわぁ、開かれた。道は開けた。え？あれ？今回のね、このヨッシーの裏技コース、もう思ったよりもむずくてね、これ3時間ぐらいね、これもう考えてやり直して、何度もやり直してね、うん、ようやくね、ちょっと答えたどり着いてまとまったんで、とりあえず今から軽く話していこうかと思うんですけど、うん、まずこのコースは、一回でも死んで中間地点から始めた時点でクリア不可能なコース。おそらくね。だと思います、おそらく。まあ、俺も最初ね、ずっとね、中間地点からやり直してたんですけど、もうどうしても中間地点からやったらクリアできないんですよね。
で、中間地点の前にやっぱポーブロックが、中間地点一回死んだ時に、その左にもブラックパックが当選もしてるんで、取りに行けへん。取り行けへんから、ポーブロックを。前の土管から無限に出てくるポーブロック。うん、そして、上に亀がいるんですね、地味に。で、あの亀も、いるんですよね。で、一回でも、その、扉の中に入ると、取れへん。取れへんなるんで、結構ややこしい手順で、多分おそらくクリア可能なんでね。まだ、なんとなく頭の中で、うまくいってるだけなんで、どうかわかんないんで、とりあえず今からやってみたと思うんですけど、まあ、この中間地点までを今来たとこですね。うん、で、よし、口の中に亀の甲羅を持ってます。上から持ってきたやつね。亀の甲羅は右側で使うんで、絶対に。うん、で、ポーブロックを最後に持ってくる形で、うん、もうこっからね、扉一回でも入ったら、もうアウトなんで、アウトやな。扉入った瞬間に、ブラックパックが復活するんですよね。うん、だから、もう扉入らずに行く形を取りたいと思います。じゃあ、今から行きます。あぶね。とりあえず置いて。ここに置こう。よしよし。オッケーオッケー。であれを取りに行く。とりあえずね、ファイヤー取りに行きます。オッケー、オッケーオッケー。落ち着こう。オッケーオッケー、落ち着けよ。時間はあるかな。おー、まあ、まあ、それだけならもう完全にいける。まあまあ、いけるな。よし、それ亀を。ちょ、亀取り行こう。亀取り行きます、先に。そこで降りよう。その左から行かなかったから。よし、使ったかんから。こっちやろ。うん。やりたいか、右やろ。よし。そこ、それ。よし、左。左ジャンプして上、オッケー。よしよし、それで邪魔ですね。オッケー、よしよし、それでそう、こう、オッケーオッケー、これでオッケーオッケー、一個一個行こう。で、最後ね、ポーブロックをね、持ってくればオッケーなんで、うん、もうこれで落ち着こう、ここで、ここで落ち着こう。オッケー、行ったか行ったか、行こう、外すなよ。よしよしよし、亀くれ、押してくれ、オッケー。これでこの道を作っときます。作っとこう。で、これで作っといたら、爆発を見届けてから行く。オッケー。よし、これでポーブロックをゲットすれば、そこから取れ、そこの真ん中、じゃあ左から取れるから、そこでジャンプしたら、ここ最初、じゃあ真ん中やって、真ん中、こっちから、こうか。よしよしよし、こうオッケー、オッケーで、よっしゃ、これでおそらくいけるはず。これで、これを持ったまま、扉入らないな。そうやな。あ、じゃあ逆や。じゃあ、上から行くやん。上から行けるやん、確か。ここから行くやん、ジャンプして。ほら、これや。あ、ほんまや。これや。これや。出てくる。こう、踏め来た。よっしゃ、これで行こう。これで、落ち着こう。いや、行ける。もう行ったかおい。来たー、お、倒せるんや。ドリャー、うわ、確実に。ドリャー、うわー、これやばい。長かった。いや、これほんまにこれカットした方があれやけど、伝わらんと思うけど、めっちゃむずい。バリ長かった。これだけちょっとでもミスったらまずやり直しやから。そう時間がもうなくなるから。すごいやろ、500秒が短く感じるこのコース。んー、やばいわこれ。いやー、長かったわ。ほんま裏技と言うべきものやったわ。いやー、長かった、ほんまに長かった。中間地点のあのダミーがほんまうざいな。うん。一つやることは。そうやな。ベストクリアでさ、3分かかったんやから。うん。それぐらい難しいコースでしたね、今回のやつはね。うん、はい、じゃあ、というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。明日